その人生を強靭な肉体で戦い、その強靭さこそが己のアイデンティティだった者にとって、お願いします、これほど衰弱した姿を見せることにどれほどの葛藤があっただろう。歌えない、見せたくないでしょ、こんな玉をみんなに見せたくないでしょ、うん、普通は、はい、今回あるがままでいいんだよ、うん、それが同じような道を悟ることになる。それでこういう状況は分かる、もうみんなに見てもらう、弱い自分のしょうがないじゃん。弱い自分の姿さえ隠さなかった、それが猪木イズム。昨日79歳で亡くなった永遠のカリスマ、本名猪木寛治、生まれは太平洋戦争の真っただ中、神奈川県横浜市に育つが、5歳で父を亡くし、13歳の時一家は新天地を求めブラジルへ渡る。そのブラジルで17歳の猪木青年を見出したのが、偶然興行でサンパウロを訪れていた力道山氏だった。がその偶然がいかに奇跡だったか、猪木氏を50年以上撮り続けてきた原カメラマンが教えてくれた。やっぱり目が違ったんですよ。歌舞伎で見えを切った時のあの目、猪木さん独特の目をするんですよ。そうするとファンはたまらないですよ。2階のてっぺんで見てる人にもちゃんと伝わる。それがアントニオ猪木だったんです。他の誰にもない才能を持った天才、しかもその実力は見た目だけではなかった。1976年、33歳の猪木氏は当時世界最強と言われたモハメド・アリ氏に挑戦すると言い出し、物議を醸す。アリ氏にすればあくまでもおふざけのエキシビションマッチ。しかし本気で勝ちに行った猪木氏はパンチを食らわないようリングにへばりつき、ひたすらローキックでダメージを与える戦法に出る。その姿に戦う気がなければやめちまえという怒号さえ飛び交い、翌日には世紀の凡戦とまで揶揄されるが、しかし猪木の本気を一番知っていたのは対戦者モハメド・アリだった。アリ氏は猪木氏の健闘をたたえ自らのテーマ曲を新定。それこそが猪木ボンバイエだった。そして時代が移り総合格闘技全盛の時代が来ると、あの日世紀の凡戦と呼ばれた戦いは全ての総合格闘技の元祖だったと評価が変わっていく。そう、いつも猪木氏は早すぎたのだ。それは第二の人生でも。天の声と言いましょうか、今回の参議院選に出馬せよというような声がかかりました。1989年、参院選へ出馬。これまた常人には全く理解できない選択だったが、とにかくありのままやらずにしていろんなことを悩むんじゃなくて、猪木さんがよく言われる行けばわかるさっていう、まあ、それがだから本当に実証したような人ですよね。しかし当選から4ヶ月、突如暴漢に襲われると、その傷も癒えぬまま。我々はこれからある意味では
命をかけてやらなきゃいけない仕事だと思いますしね、まあ、そういうことを恐れてたら自分の主張もできないし。そんな本気を何より感じさせたのが1990年イラクがクウェートに侵攻。その蛮行に多国籍軍が空爆も辞さぬ構えで立ちふさがった時だった。イラクは海外からビジネスで入国していた一般人を人間の盾として軍事拠点に配置。その中には日本からの商社マンも多数含まれていた。しかし時の日本政府は何一つ解決策を打ち出せず手をこまねくばかり。その時立ち上がったのがアントニオ猪木議員だった。なぜだったのか、その訳を猪木氏本人が2年前に語った音声記録がある。だって誰も行く人いないんだもんね。国会議員ってのは何やんだよって、だからそこで手を挙げるだけの話じゃないじゃん、うん、俺の理念ですよ、うん、国会議員とはそういうもんだろうと思ってたんで、うんうん、こんなあの大役を俺しかいないなら俺が行くしかないじゃんっていうの。この声を引き出したのは格闘技ライターの重田氏。猪木氏はすでに体調も悪く、ちょっと途中で打ち切らなきゃいけないかなっていうような最初は状態だったんですね。もう体が悪いんだろうなっていう状況からどん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 そのなんか戦う人の顔になっていき、口調にも熱が帯びて。そんな中語り出したのが世間のやり方とは全く違う猪木流アプローチだった。みんなが人質解放とかすぐそっちのテーマから入るんで、はい、そうじゃなくて友好という部分をテーマとして、まあ、そういう意味では体験に勝るものなしという、結局あの一面しか見れない物事が、そうじゃなくてその側面を見た時にどうしたらみんなが平和であるか解決できるかっていうことが一番大きなテーマなんです。人質解放だけを声高に主張するのではなく、どうすればイラクと日本の関係が平和に保たれるか、この無謀な旅にも同行した原カメラマンは。猪木さんは普通に話すんですよね。変に持ち上げたりもしないし、かしこまって話しても本心じゃないって思われちゃうでしょうから。その結果緊張真っ只中のイラクでなんとスポーツと平和の祭典が開かれ、人間の盾となっていた日本人商社マンたちも全員解放されることになる。そしてその後もプロレスが平和の一助になるならと、キューバ、中国、北朝鮮とまるで隣町へ出かけるように世界のどこへでも出かけていった。猪木さんは地球上全部一緒でしょうね。もし宇宙に行けたら宇宙も行っちゃってたかもしれない。垣根とかボーダーとかね、ないですよね猪木さんは。だがそんな猪木氏とて不老不死ではなかった。2019年全身性アミロイドーシスという難病を発症。以来その闘病生活をドキュメンタリー番組にまとめてきた鈴木氏は。約2年ぐらい密着をさせていただいたんですけど、回ってない時はすごく心臓が 20% しか動いてない中でやっぱり多臓器不全になっていたりとか、本当に毎日生きてるのがしんどそうだったんで、息をするのも本当ぜい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 やられたんで。元気ですか？元気があれば。そんな中猪木氏は2020年 YouTube に最後の闘魂という名のチャンネルを立ち上げると、人生最後の仕事だという新たなゴミ処理技術の普及を訴え始める。普通のゴミなんかもすぐに消えてしまうと思います。早く世の中に出回りますよ。そして最後の投稿となった映像の中でも
猪木氏は激減した体重と10センチ近く縮んだ体を隠すこともなく、こう語った。みんなこれだけ予防してしまった。地球もね、自分たちの手でうっかり常にそういう滑り、それは今あれは世界に向けて猪木氏ができないこと、うわーいやね、声が出せる。いや、もうすぐそこに来てます。死の足音がそこまで迫っていると知りながら貫き通した猪木イズム。そんな体調の中、今年5月、猪木氏が向かった場所がある。座っているだけでも大変なはずなのに、10時間という車移動で訪れた場所。それこそが自らが立てた墓標だった。そこには生前猪木氏が好んで口にした詩、道が。闘魂というのはああいうことかなと僕は思ってましたけどね。自分でこの人生開いていって這い上げていくと。人生は決して選べるものではないが、そこに道がある限り。出会いの中で選ばれてプロレスのスーパースターになって、またそれが政治家になって、自分が衰えてそれでも自分の人生と戦う姿を見せて全部さらけ出すっていう、清々しいというかですね、かっこつけないかっこよさというか。そしてカメラマンの原さんにはこれを最後の一枚と決めた写真がある。突然呼ばれて俺の死に雇ってくれって言われただけですから、難しいテーマ出されたなと思ったんです。俺の死に際を撮ってくれ、そう言われ実際にシャッターを押した最後の写真は、試合前の練習を撮ってるような感覚だったんです。なんで寝てんの、とんのっていう感覚じゃなくて、リハビリしててもこっち向いて顔だけいい表情してたから撮ったり。結局最後まであれは特別でこれは普通という境界線などなかった猪木氏。それはきっとこの決まり文句をぶち上げる時も、まあ、我々プロレスファンはどんなことがあっても猪木さんは死なないと思ってましたんで、まだちょっと受け入れられないんですが、振り返るとあのモハメドアリ戦にしてもタイガージェットシン、アンドレ、ハルク・ホーガン、すごい試合見せてくれたんですけど、最後の最後に病という敵との戦いさえもファンに猪木さんを見せるのかっていうのは私はもうびっくりしましたが、三浦さんはまあ、人生のビジネスの師は猪木さん、はい、プロです。はい、そうですね、アントニオ猪木っていうのはこのリングの上でこう相手と戦う、相手に勝つっていうことを超えて常識をひっくり返すとか、うん、プロレスというものを世間に認めさせるとか、あるいはそのみんなが不可能だと思ってた政治的なこうチャレンジを乗り越えるとか、そういう常識とか世間とかそういったものと戦って勝ってきた人だと思うんですよね、うん、だからそういう意味で言うと僕自身もそのいわゆる広告業界の常識を変えようとか、うん、自分の人生でできないと思われていることだから挑戦しようっていうところは、うん、猪木という人間のことを知らなかったらこういうふうに生きていなかったなとは心から思ってます、うん、はい、猪木さんっていうのはもう現役時代その私はワクワクするぐらいの裏切りって言ってましたけど、いわゆるまあ、ファンに対しても、はい、それからレストランに対しても全部こういい意味での裏切りをして、はい、想像以上に喜ばせてくれた人ですよね、はい、おっしゃる通りだと思います。やっぱりこうみんなができないと思っている時に逆にテンションが上がっちゃうとか、みんなが不可能だと思っていることこそ挑戦する価値があるっていうことを信じてた方だし、多分そういう影響を受けてミュージシャンになった人とかタレントになった人とか社長になった人とかたくさんいると思いますね。これ八代さんね、北朝鮮に行かれた時の話も聞いたことあるんですけど、はい、いやその時もおっしゃってたんですよ、行ってみないとわからないでしょって、
あ、まさにそうだなと。今のそのイラクの話と非常につながるところはありましたよね、はいはい、まず私たちはそのなんとか拉致被害者を返していただかないと始まらないという前提に立つんですけども、猪木さんはそうではないんですよね、アプローチの仕方がね、うん、猪木さんの私も闘魂注入何度かしていただきましたし、街でもお会いしたりお電話いただいたこともあるんですけど、必ず元気ですかなんて夜中3時に電話かかってきても元気ですか、元気ですか、元気があれば何でもできる、1、2、3、ダー。元プロレスラーで参議院議員も務めたアントニオ猪木さんが、おととい朝、心不全のため亡くなりました。79歳でした。1960年にデビューし、燃える闘魂でプロレス人気を牽引した猪木さん。1976年に行われたボクシングのモハメド・アリとの異種格闘技戦は世紀の一戦と評され、世界中で大きな話題となりました。1989年にはスポーツ平和党を立ち上げ、参議院選挙に当選したほか、北朝鮮をたびたび訪問していました。しかし3年前に新アミロイドーシスという難病を発症。大体見たくないでしょ、こんな玉をみんなに見せたくないでしょ、うん、普通は、はい、でも今回あるがままでいいじゃん。闘病を続けていましたが、おととい午前7時40分亡くなりました。昨日猪木さんの自宅には、共に戦いその背中を追い続けた長州力さんや藤波辰爾さんらが駆けつけました。頑張って。あ、でも僕たちは何もできない。すごい方ですよね。猪木さんの葬儀は家族葬で行われ、後日お別れの会を開く予定ということです。すみませんが、よろしくお願いします。昨日夜、東京都内の自宅を後にしたのは、心不全のため、おととい亡くなったアントニオ猪木さん、79歳。自宅を出る数時間前には、元プロレスラー、長州力さんの姿が。最後まで。頑張って。あ、でも。猪木さんが亡くなったその日、公式 YouTube で公開されたのは、アントニオ猪木最後の言葉と題された動画でした。大体見せたくないでしょ、こんな玉をみんなに見せたくないでしょ、うん、普通は、はい、でも今回あるがままでいいじゃん、うん、それが同じような道をこれは悟ることだ。それで、こういう状況は、若い。もう、みんなに見てもらう。弱いのにも、しょうがないじゃん。最後まで、ありのままの姿でメッセージを送り続けた猪木さん。その生涯を通し、伝説的な名勝負とともに、人々の心を揺さぶる数々の言葉を残してきました。いくぞ、1、2、3、1960年にデビューし、燃える闘魂でプロレス人気を牽引した猪木さん。ボクシングのモハメド・アリとの異種格闘技戦は世紀の一戦と評され、世界中で大きな話題に。そして1989年、政界にも進出。その際に飛び出した言葉が。天の声と言いましょうか、
今回の参議院選に出馬せよというような声がかかりました。国会に卍固めをキャッチフレーズにスポーツ平和党を立ち上げ、参議院選挙に出馬して当選。2011年には被災地にあの言葉が響きます。元気があれば復興もできるということで、はい、いくぞ、はい、1,2,3 おなじみのフレーズで被災地に元気を届けました。そして都内にあるプロレスグッズの専門店でも、この店の泉店長は猪木さんの言葉で心を動かされた一人。25歳の時、猪木さんに憧れて店を開いたという泉店長が見せてくれたのは、特別に書いていただいた僕の田中の宝物ですね。色紙に直筆のサインとともに書かれていたのは、戦いの中で魂を磨けという言葉。開店から2年後に猪木さんから送られたこの短い言葉が、店を始めたばかりの泉店長を奮い立たせました。猪木さんの投稿から自分に還元していくような、だから元気をもらえるし、お店を経営していくのが一つの戦いになるので、自分の中の闘魂というと、そうですね、ちゃんと受け継いで次の時代の人に伝えることができるお店にしていこうっていうのが、猪木さんは忘れないというか、それぞれの中の猪木さんをまだ生きてるんだぞっていうことを証明していきたいですね。そして猪木さんといえば、まさかのまさかだ、ビンタで気合を入れるおなじみの闘魂注入ビンタ。闘魂注入ビンタいただいたことは生涯の誇り。優しさのこもった闘魂注入ビンタ、ありがとうございました。訃報を受け SNS にあふれていたのは、闘魂注入を受けた人たちの感謝のコメントでした。6年前に闘魂注入を受けたという男性は、お前は最近悩みはないのかって話になりまして、最近その仕事で転勤してきて、まあ場にちょっと馴染めなくて、モチベーションがちょっとみたいな話をしたら、なぜモチベーションが上がらないんだみたいなこと、真摯に目を見て話聞いてくれてました。でそしたら、まあじゃあやるぞみたいな話になって、音はすごくパチンとすごくなんか気持ちいい音が鳴って、元気が湧いてきたというか、気合入ってくよくしてもしゃあないなと思って、ファンの心に深く刻まれてきた燃える闘魂。そして引退の際にもリングで叫んだあの一節、まさに猪木さんの生きた熱き道を映すかのような言葉でした。この道を行けばどうなるものか、歩むもなかれ、歩めべば道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる、迷わず行けよ、行けばわかるさ。